みんなで集まって調理を楽しみたい皆さん、並木スクエアの調理室をご存知ですか？ JR 西鉄千早駅前にある並木スクエアには、福岡市内の市民センターで唯一の調理室があります。実際に調理室を見てみましょう。わー、軽くて広いですね。ここは建ててからどのくらいになるんですか？オープンして3年目になります。調理室はガラス張りで、外とつながっているような開放的な空間です。調理に必要なこんな器具やあんな器具も揃っています。どんな人たちが利用されていますか？はい、ハロウィンとか、クリスマス、それにバレンタインデー等の、イベントでお菓子を作ったりとか料理を作ったりということで、男女問わず、幅広い、年齢の方がご利用されています。こちらの調理室はいかがですか？とても使いやすくて、とても広いですし、そして道具も揃ってますし、便利です。駅からも近いので交通の便もいいんじゃないかなと思います。利用料金はこの表の通りです。お申し込みは東市民センター窓口に直接ご来館いただき、申請書を記入してください。定員は24名です。並木スクエアの調理室をぜひご利用ください。